殺サ,サイの教会はさまざまな種類の異端の攻撃を経験した。予的な哲学、全グノーシス主義、秘伝宗教ら、ユダヤ教、神話主義と天使の礼拝などがあった。 これらの異端はキリストの卓越と十分性を覆そうとした。使徒の「殺さえ人」への所感は新約聖書の最上のキリスト論の記述を表す。殺さえ人は物理的物質を強く強調し、プラトン哲学と 全グノーシス主義への抵抗を意図していた「体」創造「想像」「血」「形」「肉」「最初に生まれた」などの言葉はこの書簡を理解するのに決定的であるプラトン哲学に影響を受けたグノーシス主義は人間の「 体を含む物理的な世界を半身の間違った想像だと考えた彼らはキリストを彼らの神からの発散さされた半身だと描写した彼らの主張はキリストの神格性への直接的な攻撃であった 彼らにとって体は魂の牢獄であった。肉体的な体への魂の復帰である復活は彼らの中で意味が分からなかった。聖書的な観点からだと動物と植物を含む創造された世界と 人間の体は神の無限で多様な知恵の表明である。神が自身を人間の体を含む人間の人格で自らを明かすことを選んだのはこれが理由である。1世紀で普及していた 秘伝宗教は秘密の入会儀式を使ったこれらの宗教での重要な言葉は奥義と知恵であったしたがって秘伝宗教偽教師グノーシス主義の先入者はクリスチャンが不完全であり彼らの 領域にある特別な知恵が必要だと主張した。彼らにとって罪は彼らの啓発への無知であった。彼らは人間の魂がそのもの彼らの神と同じ本質であると考え従って自分らを 神であると主張したこれもキリストの神格性への攻撃であったこれらの間違った思想を背景にコロサイはキリストを神の思考の愛の主体であると宣言している知恵や入会儀式によってではなく キリストがその血によって贖がないと罪の許しをもたらす。また彼は不可視の神を明かすもの、肉体の神の形。完全に神であり、父と精霊と同等である。万物の創造主として、 被造物教会死において彼は卓越して支配している神はすべての完全が神の子に住まうことを喜んでいるそしてキリストは十字架の血によって神との平和をもたらした彼の肉体の死を通して 全てを和解するものになった。秘伝宗教の難解なオカルトな秘密に対抗して、キリストが生徒に知らされる神の奥義である。彼は我らに住み、永遠の栄光の確信を与えてくれる。同じように キリストが信者の成熟の源である。キリストにすべての知恵と知識の豊かさが隠されているので、彼の外に真理の知恵や霊的知識はない。我らは彼にあって完全である。入会儀式立法を 守ることや、特別なグノーシス的知恵は必要ない。キリストの死と復活が信者を立法の要求から解放し、悪霊的階級から信者を守る。キリストは安息日を含む旧約聖書の祭りの成就である。また、彼は 信者の全体に栄養を与える教会の頭である。キリストの死が人が作った宗教的規制や制約から我らを解放し、彼の復活は我らを神の右手に置く。信者として我らの命はキリストにあって神に隠されている。 基盤としてキリストがわれらの命以前の行動からの成果の源クリスチャンの美徳を支給する人である適応われらの日の文化はわれらが満たされていなくキリストにあって不完全であると説得しようとする。 それは殺さイのように複数の尖った攻撃を駆使する。我らにオカルト主義、非道徳、宗教的多元主義、神話主義、哲学を押し付ける。神は殺さサいで我らに現代の文化や宗教の巧妙さや 敵に耐えるための恐るべきキリスト論を与えてくれる。我らに十分であるすべての知恵と知識の宝が秘められている三位一体の肉体化としてキリストを見るために我らは殺さえを正しく釈義しなければいけない。キリストは我らの状況、被造物、 教会よりも卓越している。